どうしたんだよ。貴様をお嬢の恋人と見込んで頼みがある。え、あら、つぐみどうしたの？楽になんか用？お嬢、ここではダメだ。一条楽、黙って私と一緒に来い。おい、そんな引っ張るなって。で、黙ってお前についてきたけど、ここって水族館だよな。そうだ、水族館だ。お前、俺とここに来たかったのか？これには深いわけがあるんだ。ちゃんと聞け。実はお嬢がこの水族館限定のぬいぐるみを欲しがっていてな、私としては日頃の感謝を込めてお嬢にサプライズでプレゼントして差し上げたいんだが、この限定のぬいぐるみを手に入れるには二人組でイベントに参加しなくてはいけないらしい。それは大変だな。何を人ごとのように。そのイベントに貴様は私と一緒に出るんだぞ。俺がお前と？そんな大げさに驚くこともないだろ。いやだってよ、ビーハイブの連中だっているだろ。俺なんかよりあいつらに頼んだ方が早かったんじゃねえか？いや、あの連中ではつい口を滑らしてお嬢にバレんとも限らんからな。唯一口が固そうなのはクロード様だが、さすがにこんなことをお願いするわけには。なるほど、それで俺の出番ってわけか。貴様にすがるのは悔しいが、お嬢の喜ぶ顔を見るためには些細なことだ。ちなみに俺が断ったらどうするんだ？それはありえん。貴様はお嬢の恋人なのだから計画に協力して当然だろ。最初から拒否権なしかよ。当たり前だ。むしろお嬢の恋人なら迷うことなくうなずくところだろ。違うか？えい、そうだな。やればいいんだろ、やれば。で、そのイベントって具体的には何をするんだ？さあな、私も男女二人で参加ということしか聞いていない。え、男女？なあつぐみ、なんか周り異様にカップルが多い気がしねえか？ん？確かにそのようだが、それがどうかしたか？いやさ、そのイベントってもしかして？間もなく受付を終了します。イベントにご参加の方は至急お集まりください。さあ行くぞ、時間がない。おお、ちょ、引っ張んな。俺の話を聞けって。最初のミッションは海底に隠れたハートのオブジェを探せか。どこにあるんだハートのオブジェは。魚が多くてよく見えんぞ。そりゃ水族館だからな、魚が多いのは当然だろ。そんなことは分かってる。それより貴様はちゃんと探しているのか？なんだかそっちに隠れている気がするな。私にも見せろ。おい、そんなに寄りかかるなって。こうしなければ見えないだろうが。あった、一条楽。あのオブジェ意外と可愛いな。水中で光が反射してキラキラと輝いているぞ。やっぱりこいつも女の子っぽいところあるんだな。こんなに喜んじまって。俺にはどこにでもあるハート型の石ころにしか見えねえけど。お嬢にも見せて差し上げたかったな。さあ次のミッションはこいつだ。アシカのカップルとハイタッチか。これなら簡単だな。ほらおいで。
よしよし、いい子だ。それ、タッチだ。おお、すげえな、つぐみ。よし、それじゃあ俺も。来い、ほら。うわっ、冷て。くそ、こんなところでも動物に好かれないタッチが。大丈夫か、つぐみ。って、うお、お前ずぶ濡れじゃ。こっち見るな。あいてててて、はあ、ようやく乾いたか。まったく無駄な時間を取られたな。はいはい、全部俺のせいですよ。まさかアシカにまで嫌われるとは。貴様、それでよく飼育係なんか務まるな。それは言わないでくれ、マジでへこむから。そうか、すまん。とにかく俺も一応アシカの手には触れられたんだし、ミッションはクリアってことでいいんだよな。ああ、先ほどスタッフに OK をもらった。よし、次行くぞ。次はこっちだ。次だ、早くしろ。次。よし、次で最後のミッションだ。ようやくか。ペンギンを追いかけたり、幸運の熱帯魚を捕まえたり、結構大変だったな。すべてはお嬢のためだ。泣き言を言うんじゃない。この程度のことでへこたれるようではお嬢の恋人たる資格はないぞ。へいへい、そりゃすみませんでしたね。で、最後のミッションは何だよ。わからん。それについてはスタッフから説明があるらしいが。はい、今日のイベントに参加してくれた彼氏彼女さん、今日はありがとうございます。ん？さて、様々なミッションを乗り越えた皆さんへ最後のイベントのお知らせです。なあ一条楽、今あのものは私たちに向かって彼氏とか彼女とか言ってなかったか。ああ、言ってたな。はい、それでは行きましょう。これをクリアできれば当館限定の可愛いぬいぐるみを差し上げます。題して全生物の愛の証はハグ？ドキドキカップルハグリング。そうです、お二人の熱い抱擁を私たちに見せてください。おい、つぐみ、まさかとは思ってたけど、これってやっぱりカップル限定のデートイベントだったんじゃねえか。デートイベント？待って、違うぞ一条楽、私は決してそんなつもりじゃ。これはあくまでお嬢のための任務だ。そんなイベントだったなんて全く知らなかったんだ。落ち着けって、わかってるから安心しろよ。そこの高校生カップルさん、早くハグしないとぬいぐるみが手に入らないぞ。高校生カップルって俺たちのことかよ。けどさすがにハグは無理だろうなあ、つぐみ。つぐみさん、ここまで来て手ぶらで帰れるか。やるぞ一条楽。え、本気かよ。ハグだぞ、抱き合うってことだぞ。わざわざ言い直すなバカ者。これは全てお嬢のためだ。私も覚悟を決めるから、貴様も腹をくくれ。だけどごちゃごちゃ言わずに、さあ来い。マジでやるのかよ。さあ、来い。わあ、ちょっと待て、やはりまだ心の準備が。その、私だって男とこんなことをする
初めてなんだ。だからそのお願いだ、ゆっくり来てくれ。というかその方が私も嬉しいというかって何を言わせるんだ貴様は。もう何でもいいから早くしてくれ。頭がおかしくなりそうだ。触っても柔らかくてなんか落ち着かねえ。何なのだ貴様、離れろ。いい加減。おっとまだまだ、今離れたら失格になりますよ。おいつぐみ、なんかお前の体すげえ熱いけど大丈夫か。こっちを見たら即抹殺するぞ。そんなこと言われても、っていうかいつまでこうしてなきゃいけないんだ。ハグタイムは5分間です。存分にイチャイチャしてくださいね。そんなにかよ。こんなに長いと感じる5分は初めてだ。恥ずかしくて死んでしまう。こんな場面千棘や小野寺には絶対見せられねえな。なんとかぬいぐるみはゲットできたけど疲れたな。こんな辛かったミッションは初めてだ。しかもどうやって手に入れたかなんてお嬢には言えない。絶対に言えない。そうだな、全くもって同感だ。不本意だが、このことは貴様と私だけの秘密だ。誰にも言うなよ。おう、わかった。ん、甘い匂いがする。ん、ああそうだな、あれじゃね、あのクレープ屋。クレープ、ああ、あれがクレープか。なるほど、噂通り確かにいい匂いだな。なんだよ、食べたことないのか。ああ、クラスメートの会話でよく話題に上るのは聞いていたが。そうか、あれがクレープか。そんなに気になるなら食べればいいじゃねえか。いや私は別に。やれやれ、ほら行くぞ。え、ちょっと、柔らかくて熱い生地の中にクリームがたくさん。それにイチゴやバナナもあって、口の中にいろんな味が広がるぞ。おう、急に饒舌になったなお前。クレープとはこんなに美味しかったのか。今まで食べてこなかった自分に腹が立つくらいだ。そりゃよかったな。今日はその助かった、いろいろと付き合わせて悪かったな。礼なんていらねえよ、えらい目にはあったけど結構楽しかったしな。そうか、貴様が楽しかったのならまあいい。けどよ、どうせならお前も好きなやつと行けたらよかったのにな。せっかくのデートイベントだったんだし、その方がお前も楽しかっただろ。好きなやつか、いや貴様に頼んで正解だったと思う。そうか、だったらいいんだけどよ。他のやつじゃなくてよかった。え、なんでもない。それよりもほら、このクレープを食べてみろ、すごく美味しいぞ。いや俺はいいよ。なんだと、せっかく私が一口譲ってやろうというのに。いや、なんつうかほら、わかるだろ。さっきから何をもじもじと。
いいから食べてみろ。こんなに美味しいものを食べないなんて損だぞ。だからその関節キスになっちまうし。わっ、うわ、汚れ。な、何を言い出すんだ貴様は。バカか、バカなのか。だからさりげなく断ってたんだろうが。全くさりげなくないし、挙動も怪しいだけだったぞ、このド変態が。死ね、死ね、死んでしまえ。おい、そんな物騒なもんこっちに向けるな。引き金に指をかけんな。貴様のようなバカは死なないとならん。くたばれ。ダメだ、ここは逃げるしかねえ。こら貴様、待て、待たんか。坊ちゃん、それでは先に失礼させてもらいやす。なあ、おやすみ竜。坊ちゃんはまだ眠らないんで、あまり遅くまで勉強されてはお体に触りやすぜ。大丈夫、そこそこで俺も寝るよ。そうすか、じゃおやすみなせ。よし、もう一頑張りだ。グッモーニングダグ。なになに、今日は一人なの。なんだよ、悪いか。いやいや、こうやって男同士の濃厚な時間を過ごせるのは実に嬉しいぞ、親友よ。気持ち悪い言い方すんなよ。にゃっつうわけで、今朝は俺とたっぷり語り合おうぜ。